実験中のカーバー・ジョージ・ワシントン・カーバーは、アメリカ合衆国の植物学者。南部の農業に臨作を導入し、ピーナッツや他の作物の何百もの用途を開発した。ジョージ・ワシントン・カーバーは1864年に、奴隷制度下のミズりリ州、ダイヤモンド・グローブの近くで生まれた。彼と兄弟、母親の所有者は、ドイツ系移民のモーゼス・カーバーであった。 父親はジョージが幼い頃に自己死した。ジョージは幼児の時に母親と共に誘拐され転売されそうになる。モーゼスカーバーは犯人を追い詰めたが、ジョージは発見された時瀕死の状態で、母親は行方不明であった。このことが原因で彼は呼吸疾病に罹患し、労働が困難になった。ジョージは労働のできない間、 野原を歩き回り野生植物の品種に引き付けられた。植物に関する知識に長けた彼は隣人たちから農園の医師として知られていた。ある日彼は隣人の家に農場の手伝いを壊れて訪れた。農場での問題を解決しその報酬を受け取るため、その家のキッチンに呼ばれた。キッチンに入った時彼は壁にかかる美しい花の絵に出会い、 その時から植物学者になることを決心した。奴隷制度が廃止された後、モーゼスと妻は彼らのものとしてジョージと兄弟を育て、ジョージにその知的好奇心を持ち続けるように激励した。モーゼスは経済的に困窮し、ジョージは12歳の時に外で自ら学ぶことを決心した。彼は別の町の学校に入学し、その町に到着した時学校が、 夜間閉鎖されることを知ってローした。彼は、とどまるところもなく近くの小屋の中で眠った。翌朝、部屋を貸してくれるという親切な女性に出会い、その時自らを、カーバーのジョージと説明した。女性は、ジョージの名を尋ねられると、ジョージカーバーと返答し、その時から彼は、ジョージカーバーとなった。その後彼は、契約を結び、一家のために料理を行って、 報酬を受け取り、学校に通った。彼は小屋を買うのに、十分な貯蓄ができるまでその家族の下で暮らした。彼は、結局黒人からの臨地で町を去ることを強いられた。この出来事は、彼の生涯に消えない傷跡を残した。彼は、カンザス州のミネアポリス高校で、卒業証書を得た。1887年に、シンプソン大学へ入学し、続いて、 アイオワ州立大学に転学した。彼は1891年に学士号、1894年に修士号を得た。同じクラスにもう一人のジョージ・カーバーがいたため、彼は区別のためにジョージ・ワシントン・カーバーと名乗り始めた。1896年にカーバーは、ブッカーティ・ワシントンの依頼で、アラバマ州のタスキー院に研究所に入り、植物学を専攻した。彼は、 農業研究の管理者に就任した。綿の連作で消耗した土を用いて、農業を行う、貧しい南部の農民たちの苦境に興味を持った、カーバーは、消耗した土壌に窒素を補給するため、ピーナッツ、大豆のような豆科植物と綿花を交互に栽培し、窒素循環を行うことを主張した。この結果綿花の栽培は改善し、新しい作物が加わることとなった。 カーバーは農民たちにこれらの作物の栽培法と作物の新たな用途を開発するためアラバマ州で農業拡張システムを開発した。ピーナッツを有効に活用するためカーバーは油分の多いピーナッツを原料としてマヨネーズチーズの食料品や石鹸、接着剤や印刷用インク等の生活用品まで300を超える新しい用途を考案した。 しかしながらこれらの中にピーナッツバターは含まれていなかった。彼はペッカンやサツマイモでも同様の調査を行った。彼は地球上から全ての食料がなくなったとしても、ピーナッツとサツマイモだけで人間を養う十分な食料を供給することができるかもしれないとしばしば話した。彼は依然数人の国会議員にその考えを紹介するよう要請され、 議会に赴いた。彼らはカーバーがアフリカ系アメリカ人だったため演説の時間は10分しかないと言った。彼は報告を始めたが途中で時間切れとなった。しかしながら彼の演説は議員たちの好奇心をそそり、議長は演説を続けてくれ、兄弟。君の時間は無制限だ。と言い、1時間30分にわたって続けられた。 カーバーは大きな成功を収め、フランクリンデラのルーズベルトによって称えられた。ルーズベルトは、ジョージ・ワシントン・カーバーの国と世界に対する大きな業績を記念するモニュメントの建造に3万ドルを寄付した。カーバーは、植物の学名で命名者を示す場合に、ジョージ・ワシントン・カーバーを示すのに使われる。ウィキメディア・コモンズには、ジョージ・ワシントン・カーバーに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。